こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はコロナということでですね、ご自宅で練習できるようなものをちょっと作ってみました。なので、自宅だともう何もないよ、スティックしかないよという方とか、練習パッドがあるよという方は、これだけとか、今から急に始めてみたいという人でもできるぐらいのやり方でやっていきます。なので、まずはですね、ドラムが使うのは最初は、4つバラバラなんですけど、ほとんど左足の踏むっていうのは使わないです。なので、右手と左手と右足。なので、本当はちょっとクロスするんですけど、ドラムってね、クロスするとやりにくいので、右手の動きはこっちでいいです。で、左手はここね。で、右手っていうのがこのペケのとこね。これが右手です。これを基準にやります。左手はこの R って書いてあるとこですね。これ R って書いてあるとこのリムショットなんですけど、普通、ここに実音で玉で書いてあったらこう叩きますね。で、足は右足で、右足は家でやる場合は特にうるさいしっていうのもあるし、ボサノバだったら音量あんまいらないんで、ヒールダウンって言ってかかとつけたまま、これロックの場合はこうやって足を全部持ち上げるんですけど、こういうふうです。そうすると、まず足はこういう音が鳴りますね。ハイハットっていうこのペケの音は右手でこう叩きますが、ここを叩いてくださいね。そうすると、1234、1234と、この左手ちょっと置いといて、人間ってそうなんですけど、2つずつうまくいくのね。だから2つずつやって、で、だんだんうまくいったら足すみたいな。左手足すときは、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーのときに左足。これで1番。だから8ビートでしょ、これはね。で、ちょっとボサノバのニュアンスっていうのと、ちょっとなかなかこう、8ビート、本当は違うんだけど、今はこの段階でこう行きましょうね。で、この足のこれはね、スルドっていうのをやるんですよ。で、スルドっていうのは、どっちとドーン、どっかドドーンっていうような叩き方するんですね。ちょっと大太鼓。僕の別の動画でやってるので、ちょっと参照していただければと思うんですが、それをどっちとドーンチ。なので、結構ボサノバってこれでやってる人が多いと思うんですが、ボサノバでも全部本当は表なんですよ。で、引っ掛けはどっちでもいいので、なので、これで十分です。で、いけるんだったら引っ掛け足そうかということで、ドツタドドン、これも8ビートだよね。で、ドツタドン、全部裏足しちゃおう。そしたら、スルドの動きは足に任しちゃって、ここがシェーカーの動きみたいな感じでっていう形。これで4種類ですね。この4種類は結構全然使い分けすれば、ここだけでも全然。で、そのジャズの曲とかボサノバの曲ってメロディが2つ出てくるんですよ。なので、1つ目の時はここ、2つ目のこれはこれみたいな。例えば1の2だったら、タンタタラタタタラタタタラのところメロディはここ、これでいいとして、で、感じでメロディが違うところに違うリズムをやると、うまく展開していけるので、2つ、少なくとも2つ覚えて切り替えれる練習っていうところが今回の肝です。なので、ここまでね。だから、これだけで十分。だから、これ4個できたら、もう2つの組み合わせいっぱいできるでしょ？だから、これだけで十分なんですよ。で、2番ね。2番はこのスネアの位置を1個ずらします。ドッツタンツドタン、ドンパードタ、タン。タタン。この方がボサノバっぽいのね。こうシンコペーションするから。で、この足は、例えば2番でやるんだったら、足3番でやるんだったら、4番。っていうふうに練習してください。そうすると、もうこれだけでも8つできたことになるので、もうバッチシですね。はい、3番やります。3番はですね、ここの頭のところにもう1個左手を足します。なので、タンタンウタタンタンウタタンタウタタンタウタ、簡単でしょ。で、これですごくボサノバっぽい。例えば2番と3番繰り返すだけでも、すごくボサノバっぽくなるんですよ。で、足はもちろんね、このこれでもう雰囲気出るじゃないですか。なので、3番はここにリムショットを入れるでした。4番はシンコペーションするんだけど、タツツタツツタン、
タチチタチチ、こういうメロディーが多いので、メロディーにリンクし、大体メロディーに結構こうリンクしていくので、ボサノバのメロディーを別のメロディーを歌ってるみたいなイメージなんですよ。なので4番なんかができると、この5番はこれ4番と2番、ツツタンツタとタツツタツツタを足せば、これほとんどの教材で書いてあるのが4番であって、まあこれものすごくよく出てきます。タツツタツクタンツクタンツタンっていうことね。この逆で始めてもツツタン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 タツクタン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 タっていうのもありですね。これ5番。6番はね、表表裏裏裏裏表表を繰り返します。これがまあなんかアゴゴの方に近いかな。タンタンタツタツタツタタンタンタ、ギターのパターンにタッタンタッタッタンタタンタンタッタンタッタッタッタタンタン、近いでしょ。で細かいリズムパターンの時は結構6番僕よく使うんですけど、でなんか大まかなメロディーとか言ったらこれとか、あえて逆いくとかね、メロディーが細かい時には大まかに取っておいて、相手が大きくなった時は細かく刻んであげるっていうのもありなのね。だからこうメロディーとかそのセクションが変わった時にこう適切なものをこう入れてあげれるようになると、ものすごく、いい演奏になるので、なのでこういうふうにバリエーションを作れるようにしましょう。なので足を変えるだけでもいいのね。でこれここ上はじゃあハイハットでやるか、このここのハイハットなしにしようかな。そうするとこうなります。ワンツースリーフォー、カツツカツカツツタンタカツツタンタタン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 みたいな、これが一つの流れなので、今まで勉強した中で自分の得意なのを2個作って切り替える練習をします。8小節目終わったら9小節目でダーンってクラッシュするっていうのを覚えておくと、曲にすごい対応してできるようになるので、この2つずつのリズムパターン、これねたくさん覚えた中で自分で全部覚えなくてもいいので、まあ今日この2つ覚えようかな、今日この2つ覚えようかなみたいな感じで楽しんでやっていただければいいですね。なのでこれもしスティックも何もない人がやるとすればですね、こういう風ですね。ワン、ツー、スリー、フォー、パツツタツクタツクタンタンタツツタンタンタンで、ライドに行ったとこはドン、足はドドカンカンカドドカンドンタドドカンカンカドドカンあーっていう感じでやっていただければいいかなと思います。練習パッドとかだと本当にこういう風にこのここを叩いてリムショット、まあこんな形で練習していただければ家でいつくらでも練習できるんではないかなと思います。というわけで、これを頑張って練習してください。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。